らひらひらと3回ひらひらひらとさせます。右、はい、左、ひらひら、はい、そうですね、はい、いい感じです。もしあの立つ場合は少しこう足踏みしてもいい、その場だったら大丈夫ですので、もう後ろの方もね一緒にね、はい、ぜひねもう十分に距離保っていただいているので大丈夫ですので、はい、移動しなかったら大丈夫ですので、はい、ひらひらひらが終わりましたね。こう、はい、2つ目の振りが下から手を持ち上げて上から下ろす、手のひらを返して下ろしてきます。はい、簡単ですね。すくい上げて下ろす、なんか祈りを捧げてるみたいですね。あーって感じですけども、いい感じで、はい、いいですよ、はい、いろんな思いを込めていただいてね。そうですね、はい、3つ目が、はい、下から手拍子を3つ、反対も左も3つです。そうです、だからこう攻める感じで、そうですよね。こう品をつけながらね、いい感じです、いい感じですよ。はい、いい感じですね。はい、拳でもね。はい、次行きましょう。今度はお月様って感じですかね。はい、いいですね。この夜空にね、今日も出てますかね、お月様。はい、大きな円を描いてください。いい感じですね。たったこれだけの、これ繰り返し、繰り返し行っています。そうですね。いけそうですか。もう全然ね、もう振ればバッチリですから。あとあれですね、掛け声、掛け声、そうですね。はい、サンヨレサンヨレっていう、フレーズが聞こえてきたら、いつもははーっと掛け声をします。さっきのね踊ってる時も掛け声してたんですけれども、本当はね皆さんと一緒にはーって言いたいんですけど、今日は我慢して手拍子か足拍子で自分でね、はぁと気合を入れて、気合を入れましょう。そうです、そうです、何でもいいですけどね。そうです、何でもいいですけど、何かアクションをつけてください、ね、今年はこのバージョンで、はい、ね、工夫していきましょう。大丈夫ですか。もう振りはバッチリだと思います。ただ長いですよ。思ってるよりね長いですけど、皆さんでね盛り上がって楽しんで、こう同じことをね何回も繰り返していくのでね、途中からねこう気分が高揚してきて、こうトランス状態に陥って、もう気持ちいい状態に陥りますのでね、皆さん一緒にやってみましょう。くれぐれも倒れないようにね気をつけてくださいね。いつもと違いますからね。休憩していただいてもいいですね、はい、でも楽しんで、で最後までここのね会場、皆さんいる皆さんで踊ってみたいと思います。小踊りお願いします。
さんもね楽しんでいただけましたでしょうか。今日はこの暑い中、そしてこのコロナ禍の中、2回ステージを務めていただきまして、もステージの皆さんはもう汗だくで踊っていただきました。宝塚歌劇団 OG、 そして OSK 日本歌劇団 OG の皆さんにどうぞ大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。本当にね、このコロナ禍じゃなければ皆さんと一緒に楽しんでいただけたかと思うんですけれども。